情欄、おはようございます。まあ、地下鉄淀屋橋駅ですね、まあ、朝の6時前、これ日曜日ですね、ということですね、この駅のホームに、立っておりますというところですね。この水戸水線のね、この淀屋橋の駅のホームですね、まあ、こちらもですね、今ちょっとホームドアの方がもう設置が今完了しているというところで、今綺麗になっておりますというところですね。朝は非常に混雑するからですね、まあ、ホームドアができてですね、まあ、安全にですね、乗客の方はさばけるのかなというふうに思います。でこれ見たらですね、結構天井が、ね、かなり広いという、まあ、開放感のある駅構内になっておりますというところですね。でもこの先の方はですね、まあ、あんな感じでそのかまぼこがですね、ちょっと半分になっているというところになりますけどもですね、まあ、あれはですね、まあ、この高い天井を利用してですね、まあ、階段とあと通路を作ったというところですね。ですからですね、まあ、このまあ、それで混雑、朝の混雑とかをちょっと緩和するためにあえてものを作ったというところでございますね。2番線に仙台中央行きが到着します。危険ですので黄色いペンキブロックの後ろまでお下がりください。まあ、ほとんど人が歩いていないんでね、まあ、カメラで喋っとってもね、まあ、声響きます。これ見ていたら分かると思うんですけど、まあ、ホームが、ね、やっぱ長いという、まあ、重量編成の、ね、電車ですね。まあ、これが対応できるホームになってますからね。でこの駅ができたのがですね、昭和初期になります。ちょっと昭和8年とか昭和9年なんじゃないですかね。まあ、水戸水線はですね、開業した頃からですね、まあ、重量編成対応のこの長いホームが、まあ、設置されているというところですね。でも開業した当時はですね、どうも梅田と心斎橋の間をですね、1両編成の電車がですね、行き来するというような運行だったようでございましてですね、まあ、この重量編成のホームはですね、まあ、かなりですね、広いというところでですね、まあ、無駄遣いではないかと。結構昭和初期ってですね、まあ、結構大手の施設もですね、まあ、開業するかしないかとか、まあ、そんな、ほんまに鉄道もその早期でございますからですね、まあ、その時期にですね、まあ、その辺を主張したのはですね、結構、まあ、傍から見ると滑稽に思われるかもしれませんというところですね。まあ、日本全国にリニアモーターカーを作りましょうって言ってるのもですね、まあ、でも結果的にはですね、まあ、その先見の明がですね、役に立ったというかですね、まあ、地下鉄って線路延長、ホーム延長しようとしてもですね、後からやるとですね、これ結構工事が大変なんですよ。って考えるとですね、まあ、これはやっぱり先見の明があったのかなというところでね、余計な建設費かけなくてもね、済みますからですね、輸送6除去したいときに車両を増やすことぐらいでね、になりますので、まあ、その先見の明は非常に当たったのかなというふうに思います。以上、ありがとうございました。